皆さんこんこにちは私のチャンネルへようこそジェームズ・クラベルの傑作小説をドラマ化したオリジナルシリーズ「将軍将軍」がディズニープラスの「スター」で独占配信中物語の舞台は戦国時代関ヶ原の戦い前夜の日本絶大な権力を誇る地位将軍野座をめぐって武将や戦国の世を生き抜く女性たち ヨーロッパ諸国の勢力による攻防が描かれていくエグゼクティブプロデューサーを務めるのは「トップガンマーベリック22」の原案を手掛けたジャスティン・マークスさらに真田博之がプロデュースを手掛け徳川家康にインスパイアされた主人公の吉井虎長も演じる写真を見るカリスマ性がたぎる徳川家康にインスパイアされた吉井虎長を演じる真田博之 ハリウッド初の本格歴史大作ということで、その圧倒的な映像クオリティは日本のみならずワールドワイドに高い評価が寄せられており、初回配信から6日間で、スクリプテッド・ゼネラル・エンタテインメントシリーズ作品としてはディズニープラスの中で歴代ナンバーワンの再生数を突破。そんな本作は、歴史作家、和田亮や、世界的ゲームクリエイターの小島秀夫、のぼうの城12の犬堂一新監督。 歴史大作の新作映画も控える入江優監督、カメラを止めるな。17、の上田慎一郎監督ら、日本を代表するクリエイターたちからも注目を浴びている。そんな彼らから作品に寄せられた感想コメントを紹介しながら、トップクリエイターたちをも魅了する、将軍将軍の魅力を改めて探ってみたい。歴史作品を手がけてきた映画監督、作家も認める見事な時代交渉。 本作でまず目を見張るのは緻密に再現された戦国時代の世界観。長年にわたり日本の文化を海外に正しく伝えたいと語ってきた真田の要望で制作にあたって日本から時代劇に精通したクルーを招聘。衣装や小道具美装、セットはもちろん登場人物たちの所作に至るまで日本の衣装が細部まで再現されている。 日本映画界をけん引するエンタテインメントの騎士として、次々と話題作を発表し、大泉洋主演の歴史大作、室町ぶらい、2025年1月7日公開、が待機している映画監督の入江優も、丁寧な時代劇所作と交渉に支えられた俳優たちの演技合戦も見応え十分、と時代劇としてのクオリティを称賛。この連続時代劇の幕がどこで引かれるか、最後まで見届けたい。 と今後の展開にも期待を寄せる映画化もされた「のぼうの城」や「忍びの国」数々の文学賞に輝いた「村上海賊の娘」などの時代小説で知られる作家脚本家の和田涼は「ケレンケレンに富んで娯楽に通していたかつての歴史時代ものが驚異の映像とともに蘇ったとこだわり抜かれた映像に触れかつてない視点で捉えた戦国絵巻にも見せられたと語る。 戦国末期の剣謀術数、戦国武士の残虐さ、清らかさ、プロテスタントとカソリックの対立と、その渦に巻き込まれる武士たち、そして複雑怪奇な戦国女性の数々、どの視点に他党が引き込まれる、二点三点する展開で観客を翻弄した、カメラを止めるな。で一大旋風を巻き起こし、その後も長編、短編。 アニメーションなどジャンルをまたいでエンタメ作を手掛けている上田慎一郎監督。大野映画マニアでもある上田は、これまでの時代劇の常識をひっくり返されたと驚きを隠さない。今まで自分が持っていた日本の時代劇のイメージを見事に覆された。内から見た日本、外から見た日本、それらが圧倒的なリアリティを持って描かれる。重厚なストーリー、スケールはまさに日本版。 ゲーームオブスローンズ軍有割拠の戦国時代は敵はもちろん味方の間でも策略や欺き合いが繰り返された。作詞・虎長は敵対する石堂和成・平武宏によって窮地に立たされるがイギリス人航海士ジョン・ブラックソーン・コズモ・ジャービスが虎長の家臣・カシキヤブシゲ・浅野忠信の領地に漂着したことから潮目が変わり始める。ブラックソーンを安示。 安心と呼び、自身の家臣に取り立てる虎長をはじめ、有力な大名を味方につけようと画策する石堂、亡き日本の権力者、太閤の側室でその世継ぎの母である落ち葉の方、二階堂文と、虎視淡々と日の元の派遣を狙う強者たちが織りなす濃厚な人間模様も本作の魅力だ。メタルギアソリッド、シリーズなど革新的なゲームを次々と発表し、 ゲームという枠を超えたクリエイターとして、ハリウッド他世界の映像シーンに影響を与えている小島秀夫は、スケール、ディテール、キャスト、衣装、セット、小道具、VFX、どれをとってもちょうど急、とトータルなクオリティを高く評価。繰り広げられるドラマチックな展開をあの名作ドラマになぞらえ、17世紀日本を舞台にした、ゲーム・オブ・スローンズと評しても過言ではない、と語っている。 インディーズ出身で、監督、脚本のほか編集や時には撮影まで自らこなす上田も、これはすごい。演技、映像、美術、音楽、すべてが圧巻、と作品の総合力に舌を巻く。自主映画から CM、ドラマ、そして映画とメディアを超えて活躍し、ヒューマンドラマからエンタメ大作までジャンルを超えて活躍。のぼうの城、12、引っ越し大名、19、 と時代劇でも高い評価を得ている映画監督の犬堂一心は、戦国を生きる人々の姿が胸に響いたという。真田演じる虎長の大義、欲望にまみれ、愛に落ち、神に問うて生きる日本人の群像。たどり着いた新天地を切り開こうとあがく孤独に人のパッション。戦国の時代、死を隣に置いてこその世の輝きが果てしないスケールで描かれる。 日本を代表するクリエイターたちからプロデューサー真田博之への称賛の声。虎永を演じる真田は2003年公開の「ラストサムライ」出演を機にハリウッドを拠点に活躍してきた。凛とした佇まいや身のこなし迫真のアクションなど作品を体現する主演俳優としてだけでなくプロデューサーとしても作品作りを指揮。 並々ならぬ思いで挑んだ真田の思いや熱気を感じられるのも本作の魅力だ。真田と同じ1960年生まれのインドは、同時代を生きた者として、我らが真田広之のたどり着いた地平に、感動と同時に祝福の気持ちがあふれた、といい、クリエイターとして大きな一歩を記した戦友にエールを送る。これまでも日本を題材としたハリウッド映画は数多く制作されてきたが、 ハリウッドならではのスケールとクオリティで日本文化を再構築した作品は本作が初めてと言っていいだろう。上田は長年ハリウッドで活動してきた真田広之さんがいたからこそ作ることができた唯一無二の時代劇と真田抜きではこの偉業はなし得なかったと断言する。入江もまた若手時代から多くの時代劇を経験してきた真田によって、 日本映画を支えた匠の技がハリウッド作品に生かされた意義は大きいと続く今は時代劇の技術伝承が加速度的に失われつつある重厚でスケールの大きな時代劇を作るのは今後さらに大変になるだろうそんな中真田広之さんが主演とプロデュースを兼ねた本作のような本格時代劇の登場はとても嬉しい ドラマ作品におけるアカデミー賞といわれるエミー賞では最有力作品の一つと目されており、米、バラエティ誌などでも大きく取り上げられている「将軍将軍」。クライマックスに向けてさらなるヒートアップを見せる本作から引き続き目が離せない。クリエイターたちのコメント全文、黒丸犬堂一心、映画監督、真田演じるトラナガの大義、欲望にまみれ、愛に落ち。 神に問うて生きる日本人の群像たどり着いた新天地を切り開こうとあがくことに人のパッション戦国の時代死を隣に置いてこその生の輝きが果てしないスケールで描かれる同時代を生きた者として我らが真田広之のたどり着いた地平に感動と同時に祝福の気持ちがあふれた黒丸入江優映画監督日本の時代劇全盛期は遠くなりにけり 今は時代劇の技術伝承が加速度的に失われつつある重厚でスケールの大きな時代劇を作るのは今後さらに大変になるだろうそんな中真田広之さんが主演とプロデュースを兼ねた本作のような本格時代劇の登場はとても嬉しい丁寧な時代劇所作と交渉に支えられた俳優たちの演技合戦も見応え十分 この連続時代劇の幕がどこで引かれるか最後まで見届けたい。黒丸上田新一郎、映画監督。これはすごい。演技、映像、美術、音楽、すべてが圧巻。今まで自分が持っていた日本の時代劇のイメージを見事に覆された。内から見た日本、外から見た日本、それらが圧倒的なリアリティを持って描かれる。 長年ハリウッドで活動してきた真田広之さんがいたからこそ作ることができた唯一無二の時代劇だ。黒丸小島秀夫、ゲームクリエイター。42年前、僕らが熱中したあの、将軍、将軍、が、安仁さんが帰ってきた。スケール、リテール、キャスト、衣装、セット、小道具、VFX、どれをとっても超ド級。17世紀日本を舞台にした、 ゲーム・オブ・スローンズと評しても過言ではない史実より原作に忠実だが原作オリジナルを知らない人もその魅力の虜になるだろう三船敏郎に代わる虎ら長役の真田広之の存在も一役買っている怪しげな舶来品ではないこのドラマはハリウッドがは、を積んだ日本映画界の未来を映す黒船となる和田亮作家 戦国末期の剣謀術数の真っただ中に突進していくジョン・ブラック・ソーン、ミューラーン人。彼の目を通して書かれる戦国武者どもは残虐非道である。当時の外国人にはこんな風に見えたに違いない。その対局にあるのがトラナガイコール徳川家康。通常、認識されるのとは真逆の人物像だが、実はこんな人だったのかもしれない。 家康が織田信長のごとく海外の見聞を積極的に仕入れようとしていたのは案外知られていないが、徳川実記にあることである。懸念に富んで、墓落に通していたかつての歴史時代ものが驚異の映像とともに蘇った。戦国末期の見謀術数、戦国武士の残虐さ、清らかさ。プロテスタントとカソリックの対立と、その渦に巻き込まれる武士たち。 そして複雑怪奇な戦国女性の数々、どの視点に他党が引き込まれる昴生、文、人武団四郎剣道一新監督、歴史大作の新作映画も控える入江優監督、カメラを止めるな。17、の上田新一郎監督ら、日本を代表するクリエイターたちからも注目を浴びている。そんな彼らから作品に寄せられた感想コメントを紹介しながら。 トップクリエイターたちをも魅了する「将軍将軍」の魅力を改めて探ってみたい歴史作品を手がけてきた映画監督作家も認める見事な時代交渉本作でまず目を見張るのは緻密に再現された戦国時代の世界観長年にわたり日本の文化を海外に正しく伝えたいと語ってきた真田の要望で制作にあたって日本から時代劇に精通したクルーを招聘。 衣装や小道具、美装、セットはもちろん、登場人物たちの所作に至るまで日本の衣装が細部まで再現されている。日本映画界をけん引するエンタテインメントの旗手として、次々と話題作を発表し、大泉洋主演の歴史大作、室町ぶらい、2025年1月7日公開、が待機している映画監督の入江優も、 丁寧な時代劇所作と交渉に支えられた俳優たちの演技合戦も見応え十分と時代劇としてのクオリティを称賛この連続時代劇の幕がどこで引かれるか最後まで見届けたいと今後の展開にも期待を寄せる映画化もされた「野望の城」や「忍びの国」数々の文学賞に輝いた「村上海賊の娘」などの時代小説で知られる作家脚本家の和田涼は「けれ ケレンニトンで娯楽に通していたかつての歴史時代ものが驚異の映像と共に蘇ったとこだわり抜かれた映像に触れかつてない視点で捉えた戦国絵巻にも見せられたと語る戦国末期の剣謀術数戦国武士の残虐さ清らかさプロテスタントとカソリックの対立とその渦に巻き込まれる武士たちそして複雑怪奇な戦国女性の数々 どの視点に他党が引き込まれる二点三点する展開で観客を翻弄したカメラを止めるなで一大旋風を巻き起こしその後も長編短編アニメーションなどジャンルをまたいでエンタメ作を手がけている上田慎一郎監督大野映画マニアでもある上田はこれまでの時代劇の常識をひっくり返されたと驚きを隠さない今まで自分が持っていた日本の時代劇 のイメージを見事に覆された。内から見た日本、外から見た日本、それらが圧倒的なリアリティーを持って描かれる。重厚なストーリー、スケールはまさに日本版、ゲーム・オブ・スローンズ。軍友割拠の戦国時代は、敵はもちろん味方の間でも策略や欺き合いが繰り返された。作詞、虎長は敵対する石堂和成、平武宏によって窮地に立たされるが、 イギリス人公会士ジョン・ブラックソーン、コズモ・ジャービスが虎ラの家臣、カシキヤブシゲ、野忠信の領地に漂着したことから潮目が変わり始める。ブラックソーンを安心、安心と呼び、自身の家臣に取り立てる虎ラをはじめ、有力な大名を味方につけようと画策する石堂、亡き日本の権力者、太公の側室でその四次の母である落ち葉の方、二階堂文と。 少し淡々と日の本の覇権を狙う強者たちが織りなす濃厚な人間模様も本作の魅力だ。メタルギアソリッド、シリーズなど革新的なゲームを次々と発表し、ゲームという枠を超えたクリエーターとして、ハリウッドほか世界の映像シーンに影響を与えている小島秀夫は、スケール、ディテール、キャスト、衣装、セット、小道具、VFX、どれをとってもちょうど急。 とトータルなクオリティを高く評価繰り広げられるドラマチックな展開をあの名作ドラマになぞらえ17世紀日本を舞台にした「ゲーム・オブ・スローンズ」と評しても過言ではないと語っているインディーズ出身で監督脚本のほか編集や時には撮影まで自らこなす上田もこれはすごい演技映像美術音楽全てが圧巻と作品の総合力に舌を巻く 自主映画から CM、ドラマ、そして映画とメディアを超えて活躍し、ヒューマンドラマからエンタメ大作までジャンルを超えて活躍。「のぼうの城」、12、引っ越し大名、19、と時代劇でも高い評価を得ている映画監督の犬堂一心は、戦国を生きる人々の姿が胸に響いたという。真田演じる虎長の大義、欲望にまみれ、愛に落ち。 神に問うて生きる日本人の群像。たどり着いた新天地を切り開こうとあがく孤独国人のパッション戦国の時代死を隣に置いてこその性の輝きが果てしないスケールで描かれる日本を代表するクリエイターたちからプロデューサー真田広之への称賛の声虎永を演じる真田は2003年公開のラストサムライ出演を機にハリウッドを拠点に活躍してきた 凛としたたたずまいや身のこなし、迫真のアクションなど作品を体現する主演俳優としてだけでなく、プロデューサーとしても作品作りを指揮。並々ならぬ思いで挑んだ真田の思いや熱気を感じられるのも本作の魅力だ。真田と同じ1960年生まれのインドは、同時代を生きたものとして、我らが真田広之のたどり着いた地平に、感動と同時に祝福の気持ちがあふれた。 クリエイターとして大きな一歩を記した戦友にエールを送るこれまでも日本を題材としたハリウッド映画は数多く制作されてきたがハリウッドならではのスケールとクオリティで日本文化を再構築した作品は本作が初めてと言っていいだろう上田は長年ハリウッドで活動してきた真田広之さんがいたからこそ作ることができた唯一無二の時代劇 と、真田抜きではこの偉業はなし得なかったと断言する。入江もまた、若手時代から多くの時代劇を経験してきた真田によって、日本映画を支えた匠の技がハリウッド作品に生かされた意義は大きいと続く。今は時代劇の技術伝承が加速度的に失われつつある。重厚でスケールの大きな時代劇を作るのは今後さらに大変になるだろう。そんな中、 真田広之さんが主演とプロデュースを兼ねた本作のような本格時代劇の登場はとても嬉しい。ドラマ作品におけるアカデミー賞といわれるエミー賞では最有力作品の一つと目されており、米、バラエティ師などでも大きく取り上げられている「将軍将軍」。クライマックスに向けてさらなるヒートアップを見せる本作から引き続き目が離せない。クリエイターたちのコメント全文、犬堂一心。 映画監督、真田演じるトラナガの大義、欲望にまみれ、愛に落ち、神に問うて生きる日本人の群像。たどり着いた新天地を切り開こうとあがく孤独に人のパッション。戦国の時代、死を隣に置いてこその生の輝きが果てしないスケールで描かれる。同時代を生きた者として、我らが真田広之のたどり着いた地平に、感動と同時に祝福の気持ちがあふれた。 黒丸入江優映画監督日本の時代劇全盛期は遠くなりにけり今は時代劇の技術伝承が加速度的に失われつつある重厚でスケールの大きな時代劇を作るのは今後さらに大変になるだろうそんな中真田広之さんが主演とプロデュースを兼ねた本作のような本格時代劇の登場はとてもうれしい 丁寧な時代劇所作と交渉に支えられた俳優たちの演技合戦も見応え十分この連続時代劇の幕がどこで引かれるか最後まで見届けたい黒丸上田新一郎映画監督これはすごい演技映像美術音楽すべてが圧巻今まで自分が持っていた日本の時代劇のイメージを見事に覆された内から見た日本外から見た日本 それらが圧倒的なリアリティを持って描かれる。長年ハリウッドで活動してきた真田広之さんがいたからこそ作ることができた唯一無二の時代劇だ。黒丸小島秀夫、ゲームクリエイター。42年前、僕らが熱中したあの将軍、将軍が、安仁さんが帰ってきた。スケール、デテール、キャスト、衣装、セット、小道具、VFX。 どれをとっても超度級17世紀日本を舞台にした「ゲーム・オブ・スローンズ」と評しても過言ではない史実より原作に忠実だが原作オリジナルを知らない人もその魅力の虜になるだろう三船敏郎に代わる虎長役の真田広之の存在も一役買っている怪しげな舶来品ではないこのドラマはハリウッドが「はを積んだ 日本映映画界の未来をす黒船となる和田良作家、戦国末期の剣謀術数の真っただ中に突進していくジョン・ブラックソーン、アーーンジ人。彼の目を通して描かれる戦国武者どもは残虐非道である。当時の外国人にはこんな風に見えたに違いない。その対局にあるのが虎長、イコール徳川家康。通常、認識されるのとは真逆の人物像だが、 実はこんなな人だったのかもしれない家康が織田信長のごとく海外の見聞を積極的に仕入れようとしていたのは案外知られていないが徳川実記にあることである。懸念に富んで暴落に通していたかつての歴史時代ものが驚異の映像とともに蘇った。戦国末期の見謀術数、戦国武士の残虐さ、清らかさ。プロテスタントとカソリックの対立と、 その渦に巻き込まれる武士たち、そして複雑怪奇な戦国女性の数々、どの視点に他党が引き込まれる、どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。